hh-65 ドルフィン hh-65c ドルフィン hh-65 ドルフィンは、創発、シングルローター式のヘリコプターで、フランスのエアバスヘリコプターズ車線 AS365 ドーファンを、アメリカ沿岸警備隊の要求に合わせた、派生型である。主として、捜索救難及び傷病者搬送の任務で、使用される。 C-130 に積み込まれる HH-65CHH-65 はフランスのエアバスヘリコプターズ社製、SA366G1 をもとにアメリカ沿岸警備隊の運用要求を盛り込んだ機体である。巡視船に搭載され、あるいは地上基地から発進して遭難者の捜索救難、傷病者の輸送などを行うことを任務としている。 HH-65 は短距離救難型ヘリコプターとして計画された通り、比較的小型であるために、航続距離が短く、より遠距離での救難には、中距離救難型ヘリコプターである HH-60JJ ホークが使用される。しかし、HH-65 は小型である分、巡視船上での取り回しに好都合で、整備性にも優れていることからコストが低く、 100機以上という多数が整備できた。SRR の選定計画は HH-52AC ガードの後継として1973年11月より開始された。1975年5月には沿岸警備隊の運用要求仕様が決定され、1977年には海軍航空システムズコマンドの協力の下でコンセプト開発が実施され、 1978年3月に応募提案要求が公表された。これに応じた提案の中から、1979年6月にアエロスパシアル社の SA366G1 が選定され、HH-65A として採用された。HH-65 は SA366G1 をとにして、アメリカ沿岸警備隊の運用要求に従って、 捜索レーダーや広報装置などの捜索救難装備を搭載し、エンジンをアメリカのライカミングエンジンズ社製 LTS-101 から750バイトに変更したほか、各種部品も純国産化、国内でライセンス生産されたものに変更したものである。これはアメリカ軍及び沿岸警備隊が海外製品を用いる場合には、バイアメリカン法に基づいて大部分を 米国製製品に切り替えることが必要なためであった。SRR の要求仕様においては、150回りを進出して現場に30分間滞空し、十分な予備燃料を持って帰還可能、最大航続距離は400回りであることが求められていた。HH-65A の最大航続距離は420回りであり、この条件を満たしているものと考えられている。通常、 乗員は、正副パイロット及び機上整備員、救助員の4名で運用される。捜作センサーの中心は、ベンディックス社製 RDR-1300 レーダーで、これは、特に荒れた海で遭難者のような小さな目標を探知できるように設計された。また、1986年からは、赤外線監視装置も追加装備された。2001年からは、 ナイトビジョンの追加装備やアビオニクスの刷新などを行った HH-65B への回収が行われた。さらに2004年からはエンジンをオリジナルと同じチュルボメカアリエル 2C2 に強化した HH-65C への回収も行われている。さらに円外警備隊がアメリカ国土安全保障省参加に入るとともに対テロ作戦が重視されるようになったことから これに対応して、武装強化などを行った MHz-65C も登場している。MHz-65C は、沿岸警備隊が現在進めている、装備、組織の全面的改革計画である、ディープウォーター計画の一環として、他人部艦載ヘリコプターとして構想されたものである。デュポンプラザホテル放火事件において、宿泊客の救難にあたる 一枚のブレードの重さは 42kg であり、四枚のブレードの折りたたみ、または天調に要する時間は5分以内である。また、HH-65 は HH-52 とは異なり離着水することはできないが、緊急時に着水することを考えて、膨張式のフロートが装備されている。エアバスヘリコプターズでは、原型機の AS365 を救難機、 消防防災機に改造して販売しており、納入先によっては、HH-65 と同等の仕様となっている、期待もある。ありがとうございます。